はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。この話しようかなと思ったんですけども、ずっと忘れた話がありました。昔ですね、このナポレオンヒルの会社がやっているインサイトっていうですね、雑誌で連載したんですね。今ちょっと休刊してるんで、止まってるんですが、結構人気のあるですね、エッセイだったというふうに編集者さんから言われてるわけですけども、その時にですね、Qの実会っていう話を書いたんですね。もともとはこれブログでも書いてたんで、同じような内容が書かれてるっていうふうにね、思っていいと思うんですけども、概要欄にですね、そのブログの記事も貼っていきたいと思うんですけども、実会というとですね、モーゼの実会っていうのが有名ですよね。僕はエジプトにですね、まだ2回行ってまして、その2回ともシナイ山に登ってるわけですね。で、前回行ったのが去年なんですけども、僕のね、なんか率いてる旅の企画でですね、普通もちろんカイロ、エジプトね、ピラミッドとか行きますけども、シナイ山の方ですね、シナイ半島に行ってダハブっていう町からシナイ山登って降りて、でそこリゾート地でですね、結構楽しんでたんだけども、そのモーセがですね、そのエジプト期でですね、追われてガーって逃げていくわけですね。で、その海をガーって割るっていうのがですね、誰でもよく知ってる神話だと思うんだけども、でそこでですね、モーセがですね、引きまして、実戒を授かると。で、そのね、実戒っていうのがですね、当時、何かって言ったらですね、どういうのが実戒かというと、戒めなんですよね。銃の戒めっていう意味なんですよ。例えば、何かな、何時、殺すべからずとかさ、何時、みだらな行為を行うべからずとか、何時盗むべからずとかですね、何時盗むべからずとかですね、とにかくですね、今となってですね、殺しちゃいけないとかですね、みだらな行為しちゃいけないとかですね、盗んでいけないとかですね、当たり前のことをべからずで書かれてるわけですね。なんかこの絵はですね、非常に僕は今考えたら当たり前だなと思うんだけども、当時は違ってたんだろうと思います。それだけですね、もうめちゃくちゃだったってことですね。だからそれは神様とか宗教の力を持って、その神様が、こうやってね、そのべからずっていう戒めをやってるんで、それを破ったらあなたもうその悪いこと起こりますよっていうことを多分言ってたと思うわけですよ。そういうね、その目に見えない力による強制力っていうものが当時は必要なぐらいめちゃくちゃだったわけですね。何も別に言われなくてもですね、人に悪いこと迷惑かけちゃいけないというのはですね、一般的な教育を受けている人は分かりますし、もっと言うと教育を受けずともですね、やっぱり自分がされて嫌なことは人にもしたくないというのが自然な感情ですよね。一部サイコパスみたいな人いるかもしれませんけども、大概はですね、そういう形で自分が嫌なことは人にもしないというのが当たり前であって、ただ僕の長男なんかですね、見てるとすごいそれが強いなと思うんだけども、なんか漫画とかね、テレビとか見ていて、なんかかわいそうなシーンとかだったらさ、すごい自分が痛い感じなんですよね。で、人になんか危害を加えることはとてもね、嫌だという、なぜなら自分がやるの、自分がそういう風にされたら嫌だから人には僕やらないんだっていうことですね。早い段階から帰れば言ってたわけですね。で、僕教えたわけじゃないんだけども、優しいんだなと思ったんですよね。でもそういうのが割と自然な遺伝子っていう風に言っていいかもしれませんが、ごくごく当たり前なんですよね。でも当時はね、やっぱり生きなきゃいけないってことで、自分生きるために人に迷惑かけるっていうですね、ある程度セットな部分があったんでしょうね。そういった意味でですね、べからずべからずやって、みんなきちんと戒めを守ってですね、平和に生きているといいことがありますよという、指示をしたということなんですね。ただもう今時代が変わっていますので、戒めでなくてですね、実戒、僕の旧の実戒ね、旧というのは旧さんの旧ですね9つって意味じゃないですね、旧さんの実戒はですね、快楽の戒です。そういった意味でですね、もうブログにも書いてるんで、後から見ながらまとめ復習してもらえばいいと思うんだけども、これ2回に分けて言いますね。というかもう1回で言っちゃおうかな1回で言っちゃおうと思いますね。連載は2回分けてるんでね、5個ずつです。もう一気にね、1個1分ぐらいでいきたいと思うんですけれども、はい、まず1回目ですね。1の快楽、それ何かったらね、やりたいことは全てやりなさいですね。やりたいことは全てやりなさいということです。これはもうね、自分がやりたいというその欲求とかですね、その衝動はですね、もちろん人の自由を奪うというのとですね、セットになったら、それはあんまり好ましいことじゃないかもしれませんけども、昔みたいにですね、自分を殺してですね、自分の気持ちとか自分の、ね、動きを殺してぐっと我慢することが美徳ではなくてですね、もうやりたいこと全部やっちまったらいいよと、それが快楽であり、自分らしい生き方なんだよっていうね、そういった提案をさせてもらいましたね、そういうことですね。はい、何でもできるわけですよね、今はね。それこそお隣のお隣の国にですね、その独裁国家みたいなのありますけどね、その実際の話どういうふうにね、僕言ったことないんで分かんないですけども、日本にいるとさ、やりたいことできるっていいですよね。でこの北なんとかっていうですね、半島にある国のことをですね、なんか言ったら、AI さんがですね、 Google の AI さんが見つけて、ちょっとなんかペナルティーがあるっていうのをまことしやかに聞いて、確かに僕昔北
何度かっていう国のことをですね、まあ多分言うぐらいは OK だと思うんですけどね、タイトルで書いたらそれ収益が止まってましたからね、なかなか厳しいんだなと思いました。はい、だからそういうところ生まれてるとですね、なかなか自由がないんだけども、今日本はですね、お金稼ごうと思ってもいくらでも稼げますしね、自分の知恵と行動とね、その制限を取ればですよ、もういい時代だなと思いますね。もう感謝しかない、もう日本にいるだけで勝ち組ですね。で、はい、2つ目なんですけども、はい、思ってることは全て実現していることを知りなさいということです。で、それ昨日も言った話なんですね。ね、昨日かだいぶ前か忘れたけども、要はそのね、自分の思い通りじゃないっていうふうに思ったとしてもですね、例えば月収100万円を願っているね、願いと思いは違うんですよと、思い込みの、で、込まれた思いとですね、願ってるは違うんですよとかですね、月収100万円になりたいと願っている、それが現実にならない、引き寄せた嘘だっていう話ではなくてですね、100万円になりたいという、なりたいと思ってるってことはですね、潜在意識は、無理だとかですね、そうじゃないんだったらこれ嘘だということですね、強く確認する作業にしかならない、つまり自分が今この現実で、生きているこの世界は全て自分の思いの反映であるということですね、知る。するとどうなるかといったら、自分の思いですね、込まれた思いを変えることによって現実変えることができるんだよって話ですね。何々が悪いとかですね、環境が悪い、社会が悪い、誰それが悪いというふうにね、自分がコントロールできない範囲に自分の幸せとかですね、行動が制約されているわけじゃなくて、全て自分でできるんだっていう話、なので今ここで現れているのも全部自分が選んで、自分がそういうふうにしたんだっていうことに、まずは自覚するっていうことですね。まあいろいろ理屈言う人もいるかもしれませんけども、その前提を受け消えられた時に、僕人生はガラッとパラダイム転換するというふうに感じてます。実際僕はそうでした。3つ目なんですけども、はい、他人に認めてもらわれずとも自分で自分を認めなさい、他人に認めてもらえずとも自分で自分を認めなさいということですね。あのね、承認欲求というのがあるんですけども、僕はね、目標を達成する、なぜ夢が叶わないかっていう方です、夢が叶わないことがあるのかって言ったらですね、それはピューリティ、純粋性がないからだというふうにね、定義づけてるとかあるわけですね。それは僕のですね、夢叶心理学って、これも概要欄に貼っておきましょうかね。それでチェックテストがあるわけですよ。あなたの夢が何パーセント叶いますっていうですね、もうテストした人いると思うんだけども、あ、まだそんなんあるんだ、してないやという人はですね、概要欄からそこに進んでほしいと思うんだけども、それは何かって言ったら自分のなんか生き方に対する純粋度っていうことを測るわけですね。じゃあ不純って何かっていうとですね、それは誰かに認めてもらおうとかいうね、別にお金を稼ぎたいとかですね、自分のなんか満足を満たしたいということは実は純粋だったりするわけですね。お金を稼ぐってすごく俺純粋な行為だと思うんですね。ただし、人からよく思われたいからお金を稼ぐっていうのは僕は不純だと思ってるわけです。お金を稼ぐこと自体が好きだとかですね、実際なんだっけ、投資家でですね、BNF さんっていうね、非常に有名な人いますよね。もう何百億という資産をですね、持ってる人だけども、全然物欲がないわけですよ。でもお金を稼ぐことね、そのトレードでですね、デイトレードとかそういうやつでですね、お金を稼ぐことが無常の喜びであると。俺、それはそれで清いね、潔いね、なんか生き方だなと思ってますんで、それは僕非常に純粋だと思います。だけども、稼ぐことによって人から認めてもらおうとかですね、人から批判されるのを避けようとかね、オリンピックで金メダルになりますなんていうのはさ、なんかよく僕は揶揄して言うけどさ、ね、それは人からね、わ、金メダルすごいですねと、あ、金メダル狙ってるんですか、すごいですねっていうふうに認めてもらいたいから、承認してもらいたいからそういう目標を掲げてる。大体それはダメですね。本当にその金メダル取りたいんだったらさ、もうすでにやってるしさ、ある程度言ってないとおかしいわけですよ。ね、うん、夢は金メダルなんですよってさ、40歳のおじさんが言ったところでですよ、何やるんですかと、いや、なんか別に決まってないですけども、金メダル取れたらいいなというふうに昔から思ってましたんで、改めて Q さんの本を読んでですね、自分の夢をもう一回見つめ直したら、やっぱり金メダルで出てきたんですよ、東京オリンピックで。そんな無理に決まってるじゃんって、まあ申し訳ないけどやっぱ言っちゃったけどね、まあ実際あった話だけど、はい、まあまあね、無理って言ったらさ、ね、言われるわけですよ。人の夢を破壊しやがってってね、実際言われたんですね。まあいいや、そういう愚痴はともかくですね。そうなんですよ。人から認めてもらうためにやる、目標は大体叶いませんし、それを追ってる限りは非常に苦しいです。というかですね、他人から認めてもらわなくても、自分でこれやりたいんだと、単純にどう、結果がどうだろうか、自分はこれが好きだし、すごくね、もうフィットしてるしさ、ただやることが非常に楽しいんだっていう人はうまくいきます。僕はジャズの CD ね、作るんだけどさ、それ別に売れても売れなくてもいいと思ってるわけですよ。なぜかって自分がそれ作りたいだけね。それでなんかジャズジャーナリズムの中にですね、僕の名前を広げようなんていう野心全くなくてですね、自分のその生き様としてですね、ジャズが好きだっていう、それを1枚2枚という形で人生の中で刻んでいきたいなっていう、単なる自己満足かもしれませんけども、まあそれによって喜んでくれる人がいたらですね、まあその2倍3倍にね、2乗3乗に喜びが拡大しますんで、
それは単純に自分を認めてるからできるって話ですね。まあそういうことです。僕のだから僕の共同基準はですね、まあ承認欲求もちろんゼロにはならないんだけども、自分がやりたいからっていうことがもう本当の軸なんですね。だからうまくいくんです。はい。で4つ目いきます。素直に泣き、怒り、笑いなさいということですね。感情に素直になりましょうということですね。もう素直が一番ですね。あのなんかスピリチュアルな人はさ、なんか怒っていけない、悟りのブッダの悟りのような教師になりましょうみたいな感じ言うんだけどさ、これ嘘だからね。あの悟った人はですね、そんなあの感情を殺してるのが悟ってるっていう全然違いますからね。これどっかで僕話したと思うんだけど、まああの禅宗のですね、白隠禅師っていらっしゃいましたよね。あの臨済宗だのね、確かね。で、まあ、江戸時代の、まあ、構想ですけども、まあ、そのお弟子さんに、まあ、お札婆さんというのがいらっしゃいまして、まあ、ある日ですね、まあ、自分の孫娘が、まあ、不幸にもお亡くなりになったわけですよ。そしたらそのお札婆さんがですね、そのお札婆さんですね、白隠禅師のですね一番弟子で、在家なんだけども一番弟子で、もう悟ってる人って言われたわけですよ。でその孫娘が死んだ時に棺桶にしがみついてうわあれ泣き散らしたわけですよ。そしたらですね、まあ、兄弟子弟弟子からですね、まあ、お札婆さんよとね、そんなに泣いては禅の里にも台無しではないかというふうに言ったらですね、そのお札婆さんがね、孫娘が死んで泣かない禅があるかって言ったらしいんですね。なんかジーンときますよね。禅というのはそういうもんじゃないでとね、自分の身内家族がさ亡くなったら単純に悲しいじゃねえかとね、当たり前だよね。それをなんか、いや私はさ悟ってますからって言ってさ、そんな無常になるっていうことが善でもないし悟りも何でもないんだと、悲しい時は悲しい、楽しい時は笑い、そして腹が立つは腹が立つということを素直に言うと、そのことによって、自分のねなんかあの素直に素直に生きていくと、でそのことによってまあ、怒っているものも晴れたり悲しみを乗り越えたり、ね、そのすることができるわけですよ。それってあの感情につながることって本当の自分っていうのに、まあ、つながることができるっていうのはそれは心理学の話かもしれませんけども、でも白隠禅師 そのお札婆さんお弟子さんはですね、もうね孫が死んで泣かない禅ならやめちまえって言ったわけですよね。かっこいいな、ちょっとねジーンときますよね。はい、というわけですね、素直に感情に素直になりましょうって話です。で5つ目ですね、5つ目はですね、はい、良きことですね、正義よりもですね、気持ち良きことを優先しなさいというですね、なんかすげえ正義感の強い人いますよね。そのテレビとか見てさ、なんかなんだろう、俺は正義なんだって言ってさ、なんかすごく炎上させたり、やたらとね正義感ぶってさ、でまあ、ある意味やりすぎるみたいな人も結構いるみたいなんだけども、でだからいい正義とか良きことはですね、その時の価値観だったり時代背景によって全然変わってくるわけですね。それよりもですね、その正義とかにいいことをしようという思うよりもですね、自分が気持ちいいことをしましょうということですね、まあ、素直になるということとさっき言ったのは、まあ、似てるますけどね、承認欲求とかにして自分で認めましょうに非常につながってるんだけども、自分が気持ちいいことをしましょうということですね、はい、だからといってその他人の自由を奪うというのはそれは最終的に自分も気持ちいい風には繋がらないと思いますので、何でもかんでもやっていいってわけじゃないだけども、自分のまず自分を満たしましょうって話でした。はい、6つ目、感謝は言葉でなくて、行動で示しなさいとね、ありがとう、ありがとう、ありがとうというよりもですね、ありがとうと言われるような行動した方がいいですよって話です。当たり前の話ですね。ありがとうって100回言うよりもですね、ありがとうってね1回言われる方がですねエネルギー強いですね。それで行動した、ありがとうって言われる行動しましょうとですね、という話であるのと同時にね、その感謝してるっていうのは単に口だけで言うんじゃなくて、まあ、実際行動で恩返しをするとかですね、そういう風にした方がエネルギー高まりますよって話です。はい、7つ目、楽をするために惜しまず努力しなさいってことですね。はい、これ面白い話だな、自分で思ってるんだけどさ、ね、怠けるんじゃなくてさ、もう俺ら楽したいわけ、楽するためにねすごい頑張ろうというね、そういう発想。僕はあの飛行機乗るときに ANA のまあ会員、マイレージ会員なんだけどもさ、あの去年 SFC 事業で、ね、スーパーフライヤーズ、会員というのがありまして、まあそれを取ると一生涯ラウンジ使い放題ですし、いろんな特典があるわけですね。だからあの飛行機行くのですね、並ばなくて済んだり、あすごい楽なんですよね。そのために1年間、いろんな国に行ってそれに飛行機のポイントを稼ぐっていうですね修行をしたわけですよ。まあ、これ SFC 事業ということですね。まあ、飛行機好きではですね、まあ、定番なんですね。まあ、スターアライアンスとかワンワールドですね、そのアライアンス系で全部あるんですけども、で僕はスターアライアンス のゴールド会員ですね、上級会員ですんで、まあスターアライアンスの飛行機であれば、いつでも優遇されるっていうですね、そのために頑張っていろんなとこ行ったってですね、まあそれと同じようにですね、なんかどうすれば楽に楽しくなるかなっていう時に、なんかそこに一生懸命努力をするって、そのために一生懸命努力とするという発想ですね、僕はすごくいいなと思います。まあ投資的発想って言えるかもしれませんけども、まあそんな話ですよね。8つ目ですけども、人は見た目と声と香りで判断しなさいですね。人間性とかで判断するようですね、見た目とか表情とかですね、あと声の張り
とかですね、トーンとかですね、あと香りですよね。あんまりその、まあ、言うとね、傷つける恐れがあるから、ちょっと控えめに言いたいんですけども、まあ、臭いっていうのはなんかあるんですよ、やっぱりね。なんかあるわけですよ、やっぱり。なんかやっぱりいい匂いする人はですね、すごくいいですよね。やっぱね、波動が高い部屋とかさ、臭いってありえないでしょ。ね、臭いってありえないんですよね。臭いっていうのはですね、人間の死に直結するわけですね。嗅覚っていうのは、他の感覚と違って、視覚とか聴覚と違ってですね、要するにダイレクトなんですよ、脳にね。普通は視床っていう赤床を通ってある程度情報が削除された上で入ってくるわけだけども、視覚にしてもですね、聴覚にしても、だから聞こえないものは聞こえないし、見えないものは見えないわけですね。全部見てるわけじゃないですね、全部聞こえてるわけじゃないですね。でも匂いは全部匂いがわかるわけですよ。でそうやって匂いに対して非常に敏感で、まあ犬とか普通のなんていうかな、多くの哺乳類はですね、まず嗅覚から入ってるわけでしょ。で昔人間だってそうだったわけですよ。それで食べ物を、まあ、これ腐ってるかどうかなってのはまず匂いでわかるわけですよ。でそれで OK だっていうのは匂いで判断して、それで命を流れてるわけじゃないですか。そういった意味でですね、匂いが非常に重要だというかですね、まあこれはあまり言われないんだけども、これはちょっとね、気をつけた方がいいのかなと思います。はい、運を悪くするためにはですね、匂いを悪くすればいいんですよね。で運がいい人はですね、匂いがいいとですね、はい、それはじゃあどうすればいいのかって言ったら、まあその香りの専門家がいますんで、自覚のある人はきちんと言った方がいいかなというふうに思います。9つ目、生きる意味や役割のことなど忘れなさいね。私は何のために生きてきたんでしょうか、どういった役割があるんでしょうかということを、別にスピリチュアルガイダンスに行かなくていいですね。そんなことよりも、ね、そういった目的とかミッションとかいうことを具体的に考えるよりも、目の前のことちゃんとやりましょうよとかですね、もっと言うと自分がやりたいことをやってると、ひょっとしたらそれが一番ミッションね、近いんじゃないかなという、あなたはこういう役割がありますよってことですね。なんかそのチェックするのもいいかもしれませんけども、なんかそういうことを誰かに聞いてやるっていうわけじゃなくて、もう俺これやりたいからねっていう感じで、もうミッションとかやっぱりどうでもいいんだよ、これやりたいからやるんだよっていう感じった方が、僕はむしろ役割に近いんじゃないかなというふうに考えてます。10個目ですね、困った時は祈りなさい。なんか最後でちょっとなんか非常にスピリチュアリティが高いものになりましたけども、ね、困ることあるわけですね。いろんな困ることあるわけです。その時はもうね、一応やることやりましょうね。努力するべきは努力するんだけども、もう最後はどうしようもなかったら祈ればいいんですよね。はい、祈りましょうっていうことですね。というわけで、Q の実会でした。ありがとうございました。